皆さんおはようございます、クラウドファンディングチャレンジとうとう日曜日の夜、土日この2日を残すのみとなりました。 300% を宣言してもう絶賛成長痛を今味わっております。ですが見えてないです。でも見えないものに挑んだことによって絶対今まで取らなかった行動を取っています。そういうことによってですね、めちゃくちゃ成長しましたね。まあ見えないものに挑むっていうことをこの数日 300% って言ってからですね、毎朝のようにこういったメッセージをしてますが、見えないものに期限を決めて挑んだことによって手段を生み出すっていうことを、まあ実際私はこの本に書いてるんですよね。手段がないからこそ成長するって。でこの本に書いた内容をまさに私はクラウドファンディングで、まあ見てらっしゃる方にですね、まさに実践してます。で自分自身が改めて自分が書いた本の内容を今体現してるところなんです。だからめちゃくちゃ学びが深いです。発信する、残す書籍に、そしてそれをやってみせる、なんてドラマチックなことをやってるんだろうかと自分で思うんですけど、チャレンジには本当に成功か成長しかありません。昨日は地元の議員さんとですね、4時間にわたってこの町の10年後20年後これまでの歴史、それをですねしっかり私は叩き込んでいただきました。だから自分の事業とこの町が向かう方向性、それが一致してなかったらですね、自分の事業こっち行って、町はこっち行こうとしてる、これ絶対成果出ないんですっていうのを昨日改めて感じました。だから会社で言うんだったら経営者の理念と、まあ、こう会社のこう行こうとするこの方向性と従業員の人生の幸せがこっちじゃなくて、やっぱ これが一体化してないと絶対うまくいかない。事業は会社はこの国が向かう方向性、政治とですね事業のこの方向性が一緒じゃないと地方は町は良くならないっていうのをですね、改めてアチーブメントピラミッドのこの一貫性、情報共有、これが大事だなと思いました。改めてそこまでのスケールはこの本には書いてないですけど、次2冊目に書こうと思います。いや今回このチャレンジがですね、本当にいろんな学びを得てます。期限を切れて見えないものに挑む、すると手段は生まれる。でもまだこの土日日曜日の夜に 300% 達成の手段は見えてないです。だからまた今日もですね、今までやったことない行動をチャレンジします。またチャレンジには成功か成長しかありません。さあ日曜日の夜何が起こるんでしょう。私も分かりません。今日も挑み続けます。見えないものに挑む。はい、今日も行きます。以上です。